Peggy 16。皆さんこんにちは、ライトニングリターンズファイナルファンタジー13ゲームデザインディレクターの阿部裕二です。よろしくお願いします。本日は、本作のゲームプレイ要素の方を紹介させていただきたいと思います。それではですね、早速ですが、本日ご覧いただくロケーションはワイルドランドです。緑に囲まれた悠久の大地が舞台になっています。今日はこのワイルドランドのメインクエストになっているチョコボを探すクエストをプレイしてみたいと思います。このワイルドランドを攻略するためにはチョコボは必要不可欠な存在です。チョコボをストーリーの軸として進行していくのがこのワイルドランドの醍醐味ですね。それでは、実際のゲーム画面の方をご覧いただきます。 If you want to find the prey, seek out the predator. It makes sense. You should head east and find the city of ruins.では、村の人々からチョコボの居場所を聞き出して、これから捜索に向かうところですね。まずは旅支度のためにショップに立ち寄ってみたいと思います。広い大陸の移動ですので、このようにダッシュをして時間を短縮していきます。お、敵が出てきましたのでバトルをします。以前と比べてよりダイレクトにライトニングを操作できます。ここでは左スティックを使ってビルドを歩き回らせてみます。コントローラーのボタンを押すだけで違った操作ができ、メニューで設定を変更することも可能です。メニューからコマンドを選択する方式だった前作、前々作とはここが違います。またボタン一つでライトニングのバトルスタイルがチェンジできます。バトルで使用するバトルスタイルはメニューであらかじめコンフィグ設定しておくことが可能です。画面の下にあるゲージにご注目ください。このゲージを見ると現在使用しているバトルスタイルでアビリティを発動するだけの力がどの程度残っているかが分かるんです。ゲージが残り少なくなったら別のスタイルに切り替えればゲージが回復し始めます。バトルスタイルを効果的に使うことが勝利への鍵となります。時には戦闘を避けることも重要です。Dr. Ghazal talked about a great chaos beneath the Temple of the Goddess. What do you think? I hope that I'm wrong about this. But I'd say that the force behind the world's destruction might be buried somewhere in that temple.The unseen chaos. I came into contact with it just once. I still remember the feeling. It's the white chocobo. I found it. 白いチョコボの前にモンスターがいます。こいつがターゲットなので、ボス戦前にカスタマイズしておきましょう。
本作はカスタマイズのバリエーションが非常に豊富です。ウェア、武器、盾、そしてアビリティに至るまで非常に細かく調整ができます。お気に入りのカラーに調整をすることもできます。本作は自由度の高いカスタマイズがポイントになります。では、カスタマイズが完了したようなので挑んでみたいと思います。ガード、回避もボタンアクションです。これを駆使することでよりアクション性の高いバトルが楽しめます。さらにバトル中の機能にオーバークロックというシステムが入っています。時間の流れを予期にしてチャンスを作ります。ここでさらにとどめの大技を、見事チョコボ板を撃破しましたね。しかしこの白いチョコボは随分傷ついています。 Look at this. Why didn't he just run away? He's torn up pretty bad. Perhaps he had to fight to protect something. It's all right, little one. I'll help you. You're bleeding heavily. We have to stop it. 村に連れて帰って手当てをする必要がありそうです。この後どうなるのかは実際にプレイしてみてくださいね。本日のデモは以上で終了です。ありがとうございました。